状況の打開を前に混沌のある。今までの不景気をもたらした元凶は昭和天皇の院老、その存在ではあるが、それ、は力を失いつつある。その所有者は、邪悪そのものだ、発見次第抹殺が必然、な時。要するに、手放してしまえばよい、わけで。所有者が、いなくなった時点で、昭和天皇の印籠持ち、それはこの世から消えることには、なる。その場にあるは、あるいは昭和天皇の母老のみだ。そこに残る願いが、テレビの倫理。一応、権利側としては、それがストリートの連携である、その他、とは主張するし状況もそっちへ動きつつ、ある。テレビが面白くない、なら、自分で考えろ。それが通る状況、そこへ至れれば、一つの打開は。確かに、テレビの企画は、難しい。アイディアが出るだけ大したものだ、そういう気はする。権利持ちはどこ？